4度の W 杯を戦った戦友がピッチの上で再会した。武器川島栄治41はジュビロ岩田の守護神として DF 長友優都37は FC 東京が誇る SB として J リーグの舞台で相まみえた。川島は試合後長友とお互いしぶといなと話をしたという。フランスリーグ案でも二人は再会していた。 長友が1シーズンのハザママルでプレーしたことで、川島が所属していたストラスブールと戦っていたが、川島の出場がなかったため対戦は実現せず。川島は、前回はフランスだったが、ピッチの上で戦うことはできなかった。こうやってピッチの上で戦うことができて本当に嬉しい、と笑顔を見せた。最後に2人が戦ったのは、川島が川崎フロンターレ。 長友が FC 東京に所属していた2010年4月4日 J1 リーグ第5節。共に先発した試合は川崎 F が2対1で勝利した。低体制が2点を決め、FC 東京の今野康幸に1点を返される展開だった。14年2ヶ月12日ぶりの再戦に、川島は、いやー元気ですね、ゴリ兄弟は、と喜びを表現した。 長セベ・マコトや岡崎・真ンら、世界を舞台に共に戦った仲間たちが続々と現役を退いた。それでも川島は、年齢は関係ない、とプレーを続ける理由を語る。ピッチの上でどれだけ自分たちが見る人の心を動かせるかというのが一番。そのために流行らなきゃいけないことがある。お互い違うチームだが、自分のチームのために、 日本サッカーのためにも何かやれることがあればいい、と力を込めた。